我々3月以来、毎週のようにチームを出してお家の泥かきですとかそういったお仕事っていうのをですねさせていただいてきたんですけれどもそういった中ですごくこちらの地元の多くの方に本当にご協力をいただいて我々もようやく活動ができてきたという思いがあります。それでぜひその感謝の気持ちというのを表現したいと思いましてまた皆さんに楽しい年の瀬というのを送っていただきたいと思ってこうしたパーティーを企画しました。はい、美味しい、最高美味しいです。感謝で涙が出ています。楽しかったですね。ご飯も美味しかったです。こういうのはなかなかないと思いますからいいと思いますね。ありがたいですね。なんか仮設に入ったのはいいんだけどやっぱり今の気持ち的にはまだこう落ち着かないんだよね。やっぱりね住むところっていうか今後どうなるのかなって思うと、まだまだね。だから今日はこうやってねなんか皆さんに会えてそういうのも忘れてて楽しく過ごせたからすごく良かったです。普段はこう我慢してるっていうかこう抑えてる部分もあるんだけどやっぱりこうねローリンちゃんの顔とか見るとどうしても私も皆さんにね優しくしてもらってねこんなに良くしてもらって本当にありがとうございます。今日はもう本当に大サクセスだったんですよ。今までの手伝った方々がたくさんたくさん来てくれてでみんなすごく笑顔で一緒にクリスマスパーティーってやるのはなんか嬉しいことだったね本当に。でみんなすごい楽しかったみたいでそれでこれからもすごく一緒にずっと協力お互いの協力しながらここの街をきれいにするにはっていうこれから続けられるっていう感じはしました。